栗山秀樹、栗山秀樹、栗山秀樹、1961年4月26日台、は、東京都小平市出身の元プロ野球選手、外野手、宇藤良田、監督、野球解説者、評論家、スポーツジャーナリストスポーツライター、大学教授。マネジメント事務所は有限会社オフィスマリーン。2012年から、北海道日本ハムファイターズの監督を務める。 日本のプロ野球の監督で、国立大学出身、監督就任以前に、大学教授の経歴持つ人物は共に、史上初めてである。野球好きの兄に誘われ、小学校時代に、軟式野球を始める。中学校では一度野球を離れ、バレーボール部のセッターとして活躍。この時に得得した、フライングレシーブが、後の外野守備での華麗なダイビングキャッチを生み出すことに、 なる。中学3年時には、地元小平市のポニーリーグチームに所属し、投手として日米大会に出場、大会 MVP を獲得する。大会後、小平市内の創価高校野球部の熱心なスカウトに心を動かされ、共に甲子園を目指すことを決意する。草加高校では1年時からベンチ入りし、3年時には首相兼エースとしてチームを経営したが、 春の全東京大会では、早稲田実業にゼロの3で敗れて惜しくも関東大会、出場を逃し、優勝候補として期待された夏の西東京大会でも4回戦で敗退し、甲子園への夢は絶たれた。高校1年と2年の年末に1週間、広島商業で合同練習を行う。当時学んだ、高渉野球は、今も僕のベースになっていると話している。 その後は教員を目指して、東京学芸大学教育学部に合格する。東京学芸大学では、公式野球部に入部し、投手、内野手として活躍する。東京新大学野球連盟では、投手として1年春、2年春のシーズンをリーグ制覇するも、スライダーを投じた際に右肘を故障してからは、投手としての限界を感じ、野手に転向することになる。 東京新大学野球連盟での通算成績は、投手として25勝8敗、打者として打率、389、リーグ史上3位という、並外れた成績を残した。在学中に、小、中、高の教員免許を取得し、卒業後は教員を目指していたが、野球への夢が再燃して、プロチームの入団テストを受け、その結果ヤクルトスワローズへのドラフト外入団が、 決まった。担当スカウトは、片岡公う。一年目のに、遊撃手として一軍デビューを果たしたが、プロのあまりのレベルの高さに強い衝撃を受け、野球をやめることばかり考えていたという。さらに二年目のからは、平行感覚が狂う三半期間の難病である、メニエール病に苦しむようになり、試合中に突然めまいや立ちくらみを覚えるようになる。最初に、 メニエール病の症状に襲われたのは5月の2軍、公式戦であった。この試合の最終回に突然地面が揺れ始め、ボールが2つにも3つにも見えるようになり、あと一人で、試合終了というところで、ベンチへ交代を願い出ている。しかし、1.2軍間のボーダーラインにいた栗山は、その後は、目前が起こっても、首脳陣には隠して、頭をクラクラさせながらも見に出続けたという。同年には、 外野手として一軍でのスタメン出場を果たし、ジュニアオールスターゲーム出場。オフには意図的に三半期間を麻痺させる治療を受け、一時的に症状を抑え込んでいる。またこのオフには、若松務、翌年から打撃コーチ補佐兼人が、栗山の俊足を生かすためにスイッチヒッターに挑戦させてはどうかと、土橋正幸監督に提案。栗山はもともと右打ちだったが、 若松の指導のもと、左打ちの猛練習に取り組んで、スイッチへと転向した。この猛練習が功を奏し、翌の5月末に、杉浦徹が負傷して、外野のポジションが空くと、6月からは一番右翼手として、レギュラーに定着し、規定打席未満ながら打率、301をマークした。しかし、シーズン終盤には再び試合中に、めまいや立ちくらみを覚えるようになり、 オフには治療に専念するため長期入院を余儀なくされた。栗山はいつ症状が再発するかわからない将来への不安の中で入院生活を送っていたが、たまたま顔見知りになった同じ入院先の子供たちが自分よりもはるかに深刻な病を持っていることを知らさてからは自分の甘さを恥じてまた発症してもそれは仕方がない。 一期一会の精神で野球に全力を尽くそうと前向きな気持ちになれたという。結局、翌の湯マキャンプには参加できず、開幕にこそ間に合ったが、調整不足のため打撃不振に陥って、レギュラーを外された。復活を期する栗山は再び、若松の指導の下で猛練習を重ねて調子を取り戻し、の湯マキャンプで、左足の肉離れを起こしてしまったため、 この年の開幕には間に合わなかったものの、6月に復帰すると1番、中堅守に定着して、ヒットを量産。で、遅れが響いて、規定打席には33打席足りなかったが、打率、331を記録した。2番、開幕から中堅守のレギュラーに定着。当初は1番を打っていたが、ルーキーの飛ましのケンジが1番に固定されると2番に、回り、 37ギガを記録した。シーズン序盤は、講師ともに絶好調で、打率も3割以上を維持していたが、6月中旬に、メニエール病の症状が再発すると打率が急降下した。そのため8月以降は、先発を外れることもあり、スタメンの場合でも7番8番に打順を下げての出場が多くなった。結局この年は打率、255に終わったものの、 初めて規定打席に到達し、守備範囲の広さを評価されて、ゴールデングラブ賞を獲得した。なお、斉藤正樹が、プロ野球新記録となる11試合連続関東勝利を、達成した同年7月1日の対巨人戦では9回、表西で打席に立ち初球を数直に打ち取られ最後の打者となった。しかし、メニエール病の症状は、シーズン終了後もなかなか好転せず、 満足な練習ができないまま次のシーズンに臨まざるを得なくなり、翌に野村克也が監督に就任すると、当時無名だった柳田光一にレギュラーを奪われた。それでも途中出場となった4月7日の開幕戦、大巨人では大森剛の抜ければ、さよならという左中間の強烈なライナーをダイビングキャッチで後にする活躍を見せたが、メニエル病の症状に加えて、 古傷の右ヒーちの故障も再発したため極度の不振にあえぎ、レギュラーの座を奪い返すことはできなかった。栗山は特別な才能に恵まれているわけではない自分にとっては120%の努力をすることがプロの世界で生きていくための最低条件であり、それができなくなってしまった以上はプロ生活を続られないと考え、この年限りで現役を引退した。 1991年から2011年は野球解説者、スポーツキャスターとして、テレビ朝日、対1993年、2001年以降、TBS テレビ TBS ラジオ、1993年以降、テレビ解説は2000年までに出演。スポーツ日本専属野球評論家も務める。その傍ら、母校東京学芸大学の講師を務め、 少年野球の普及育成に努めた。2004年から、白王大学助教授、2007年から準教授、2008年に教授に昇進、経営学部教授として、スポーツメディア論、野球型などを専門分野としていた。なお、現在は監督業のため給食という扱いになっており、白王大学に席を残している。 tbs ラジオ解説者としてのコピーは、熱中先生国際派。2002年まで、テレビ朝日のプロ野球中継にあったコピーは、熱血先生。北海道の栗山町から観光大使を依頼され、栗山町民との親交を深めたことがきっかけで、資材を投じて、天然芝の野球場と練習場などを兼ね揃えた、栗の木ファームを2002年に完成させている。栗の木ファームでは、 少年野球教室や大会が開かれ、子どもたちの夢を育む舞台にもなっている。2009年にはこの功績が認められ、芝生学会より、日本芝生文化大賞を受賞した。また、同所に本拠を移している関係もあり、日本ハムファイターズが、本拠地を東京から移す、直前の2003年からは、HBC ラジオをはじめとする、道内放送局のファイターズ戦中継でも解説を、 行っていた。2000年代以降は、日本野球機構などが開催するシンポジウム、夢の向こうに、で、第1回、2003年から司会を務めるなど、プロ野球選手と高校球児の交流事業にも、積極的に参加している。2007年には、栗山の古巣であるヤクルトの選手兼任監督、古田敦也の引退により、監督候補として有力視されたが実現しなかった。 2009年には日本高等学校野球連盟が定めるアマチュア資格を満たさない元プロ野球選手としては初めて同連盟から高校球児への直接取材を特別に認められた日本学生野球検証第10条の特例を受け同年以降の全国高等学校野球選手権大会期間中にはプロ野球解説評論などの活動と並行しながら朝日放送 ABC テレビの、ネットを、高校野球ナビゲーターとして、地方大会から同局制の情報番組、ネットを甲子園など、で、司会や取材を担当していた。2011年11月3日、北海道日本ハムファイターズの監督就任、梨田正まの公認が決定した。契約期間は2年。11月9日には就任会見が行われた。背番号は四宿する。 三原治元日本ハム球団社長にあやかって、80となった。独身で結婚歴もない。また、監督就任当初は、実際の自宅は、東京にありながらも栗山町に生活拠点を置いていたが、2015年中に正式に栗山町に自宅を構えた。木田正夫によると、野球道具を集める趣味で、栗山町の家はその倉庫となってしまい、 近くにもう一つ家を建てて住んでいるという。マスコミの前では、敗戦時や大型連敗時でも、個人批判や厳しい言葉を滅多に発さないが、アナハイム・エンゼルスへ移籍した大谷翔平には、マスコミの前でも厳しく、苦言を呈することがたびたびあった。そこで、満足してしまっては、満身が生まれ、より魅力的なプレイヤーになることができず、結果を出せなければ、二刀流引いては、 大谷自身に批判が集まるのは、自理明白で、大谷を批判し、新たな目標を提示できるのは、立場上監督である栗山しかいないからである。別のインタビューでは、俺が認めてしまったら、その瞬間に、大谷の成長が終わってしまう怖さを感じる。だから、絶対に認めないし、心の底から、まだまだと思っていると明かした。この厳しい姿勢は、生美や高太郎にも向けている。 だが、厳しい言葉を発している一方で裏では、体、大丈夫かと気遣いの言葉をかけており、大谷を守るために厳しくやっていたことを明かし、それは大谷も、栗山の本心を理解している。北海道イブリ東部地震の影響で、札幌ドームでの試合に影響が出ていた中、ある選手は、本当に、僕たちは試合をやっていいんですかね、と被災者への申し訳なさを漏らした。 すると栗山は、我々は野球をやれることへの感謝を持ちながら、野球をする使命がある。一人でも元気になってもらえるなら、意味があるはず。その姿が大事。それが見せられないようなら、プロ野球球団が存在する意味がないと言葉を紡いだ。解説者のみならず、スポーツ情報番組を主体に司会者としても、活動した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。